下地愛にある STR&D センター ST 株式会社は、主に家庭向け消臭剤、防虫剤、除湿剤、冷蔵庫脱臭剤などを販売している日本の日用雑貨メーカー。2007年8月1日に ST 科学から社名を変更した。創業者が終戦後、疎開先の母親の着物が虫に食われていたことに胸を痛め、防虫剤を開発したのがルーツ。 社名のエステートは S と T を合わせた造語であり、また商品の最高を目指すの意味合いも持つ。ヒット商品が多く、医療用防虫剤の無臭弾をはじめ、除湿剤、ドライペット、家庭用方向消臭剤、消臭力、消臭ポット、消臭プラグなどがある。特に近年は消臭、方向剤に力を入れている。数あるエステートの製品の中でも特に 招集力はこれまでにないエステーの自信作とされる。2007年8月1日にエステー科学株式会社より現在の称号を変更。これは2006年に創業60年を迎えてマノパブリック企業の実現を目指し、これまでの経営理念を継承しながら科学にとらわれない柔軟な発想で新しい挑戦を重ねていくということで社名から科学を外し、 ST 株式会社とした。トレードマークであるひよこのデザインは、快適な暮らし、社員の誠実さ、爽やかさ、謙虚さなどといった意味が込められている。1980年代初頭までは、ST と書かれた浴槽の中に使っている、ひよこの絵だったが、1984年頃に、現在のようなひよこの歩いている絵に変更された。CM では、最後のサウンドロゴの時に、 前述の ST と書かれた浴槽からヒヨコが出てくるアニメーションがあった。現在のデザインは1991年に変更された。CM の最後のサウンドロゴはスローガンを継続使用し、ST 科学の文字がピヨピヨの音とともに上部が水滴のように出てくるテロップ。スローガン変更に伴い2006年以降は下部に表示。現在の企業スローガンは 空気を変えよう。それ以前のスローガンは、暮らし、爽やかだった。2007年前後に放送されていた、社名変更告知 CM では、当時商品 CM に出演していたタレントに加え、取締役会議長や、代表執行役社長など当社幹部社員まで、出演している。また、CM 最後の女性ナレーションによる、サウンドロゴ、エステの発音は、社名変更前後で変わっている。 このナレーションは、計122回も取り直したと、テレビ朝日系の番組、しるしるミシルで、裏話が明かされている。ただし、実際に、CM に採用されているのは121回目の、エステである。本カテゴリは、当社グループのエステマイコールが、製造、当社から販売している。など、空気を変えた空気のプロ、エステ鈴木隆子社長。 ホーブスジャパン2016年10月17日、今日から無収だの新 CM が放送されます。エステ Q 事務員兼編集長高田鳥羽田より2017年4月10日、朝日新聞デジタル新社長に鈴木隆子氏エステニュース政治家で鈴木宗夫の長女である鈴木隆子とは無関係。科学工業日報100%子会社。 エステイグローブ株式会社を設立グループ、各社手袋事業の機動性を向上、エステイ株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www.st-c.co.jp スラッシュスラッシュ n e w s r e l e s e スラッシュ2014スラッシュ 20140304003028HTML2020 年8月21日 閲覧。連結市会社の吸収合併に関する、お知らせエステ株式会社、https コロンスラッシュスラッシュ www.st-c.co.jp スラッシュ ir スラッシュファイルスラッシュ 201409011pdf2020 年8月21日閲覧。事業譲り受けに伴う子会社の設立に関する、お知らせエステ株式会社。 h t t p s w w w s t c c o j p i r f i l e s 2 0 1 8 0 6 2 5 1 p d f 2 0 2 0年8月21日閲覧。abc 同業者である顔の CM に出ている、指原リノは出演しなかった。ありがとうございます。